はい、皆さんこんにちは。貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回ご紹介するのは5万円金貨ではあるんですが、プルーフの金貨をご紹介したいと思います。皇太子殿下ご成婚記念として発行された5万円のプルーフ金貨になります。こちら通常の5万円の金貨ですとプリスターパックというのに入ってるんですが、このプルーフに関してはしっかりとした入れ物に入っておりまして、ちゃんと鶴の文様とかね、しっかり描かれた美しい金貨が描かれております。そしてこちらは皇太子殿下ご成婚記念と書いてある面ですね。5万円と書いてありますね。平成の5年にご成婚されたというのを、まあ、記念して発売された金貨になります。こちら 18g の金を使っていることになりますけども、まあ、プリスターパックの方は190万枚発行されているんですが、このプルーフの方は10万枚の発行ということで、通常のこの当時の記念金貨の中では枚数は少ない方に入ります。まあ私はこれはもう鑑定なんか出さずにこのままね、しっかりとしたホルダーに入ってるので、このまま持ってればそれでいいとは思いますけども、まあさすがにプルーフだけあって非常に美しい金貨となっております。通常のプリスターパックの金貨もね、持っておりますし、すでに動画にしておりますが、やっぱりプルーフの方が輝きは素晴らしいです。いずれも持ってね、保管しておくのがいいのかなと思います。もう今や当時7万円かなで発売されたものですけどね、そんなんじゃ買えませんのでね、もうコツコツね、資産形成としても万が一に備えて金として持っておくにしてもね、こういった記念金貨で持っておくという方法もありますので、ぜひご興味がある方はね、こういった形で集めていくのもいかがかなというふうに思います。はい、今回は、ご成婚記念5万円のプルーフ金貨についてご紹介してまいりました。鶴の文様が非常に美しいです。こういった形で集めてみてもよろしいのではないかと思います。今後もですね、コイン入手しましたらどんどん動画に撮ってアップしていきます。金貨銀貨国内海外問わずアップしていきますので、ぜひ楽しみにお待ちください。